探しました。君はここで何をしているんですか？そっか、君は僕のことあまり好きじゃないんだったね。気がついたら自然とここへ来てたんだ。自分でも不思議だよ。空も地面もおかしな色になって、人の姿がみんな消えて、大変なことが起きてるはずなのに、でもどういうわけか心が落ち着くんだ。忘れたの？え？影時間、普通なら踏み入れないはずの時間、でもあなたは適応している。人間ではありえないほど。ようやく分かったんです。初めて見た時からずっと感じていたこの気持ちの正体。あなたはダメ、あなたは敵。僕が敵？そうだ、今夜と同じ満月の、ずっと前にもこんな。そう、あなたとはすでに一度会ってる。お互いに敵同士として。僕は誰だ？君は？私はアイギス、対シャドウ非常制圧兵装のラストナンバー。シャドウを倒すために生まれてきた機械。倒すため？そしてあなたの本当の名はです。10年前、私が封印したシャドウ。10年前だ。この世界に生まれてすぐに僕はこの橋に降り立ったんだ。私の目的は暴走したシャドウを殲滅すること。そして私という人格とペルソナを授けられた。僕は生まれるはずのない13番目の属性を持つ者。みんな僕をデスって呼んでいた。でも生まれた時、力の一部が砕けて散らばってしまって、あの時僕は極めて不完全な存在だったんだ。それであなたの力は想定をはるかに超えていました。残された道は捨て身で封印することだけ。そしてあの場に封印の逸話としてたるものはただ一つ。偶然に合わせた人間の少年以外にはなかった。もはや選択の余地はありませんでした。そうか、僕ずっと彼の中にいたんだ。12の力に引き寄せられるようにって、僕が彼を誘った。そしてそうか、今わかったよ。全て思い出した。僕が誰でどういう存在なのか。パラディオン、アイリス。あの時よりも多くの機械は目的を決められた生まれ物の、あなたを倒す。それだけが私の生きる証。私じゃ無理みたいです。決められたことができない機械に意味なんてないですね。ごめんなさい皆さん。怖いよ。
脅かさないでよ。どうした？何か用事か？いえ、今日って満月だなと思って。なんとなく。先輩もでしょ？もう職業病ですね、これ。え、まさか本当に何か？まだ何と決まったわけじゃない。ただアイギスの姿は見当たらないんだ。え、アイギスどこに？それが一度ペルソナの反応があって、その後すぐアイギスの反応も消えちゃって。ペルソナの反応ってまさかストレガ？ストレガの反応自体は出てない。だが何とも言えないな。場所がはっきりしました。ムーンライトブリッジです。よし、みんなを呼んでくれ。とりあえず現場へ行ってみよう。私全部思い出した。私が誰なのか、彼が誰なのか。あなたのそばにいたかった理由も分かったの。ごめんなさい。私やっぱり勝てなかった。ごめんなさい。君が謝る必要なんてない。お前、リョウジ君、なんでここに？アイギス！どういうことだ？すべて僕のせいなんだ。やめろ、アキヒコ。彼は戦う意志を見せてない。説明してくれないか。君は何者だ？僕は君たちがシャドウと呼ぶものとほぼ同じ存在なんだ。お前がシャドウだ？僕はシャドウから一歩進んだ存在。十二のアルカナが全て交わって生まれる宣告者なんだ。宣告者？さっき全てを思い出したんだ。シャドウの正体、そして僕自身の恐ろしい正体も。信じられない！こんなことって。シャドウの正体を知っているのか？シャドウたちの目的、それは母なる者の復活なんだ。死の宣告者、その存在に引き寄せられて母なる者の目覚めは始まる。死の宣告者、それが君だというのか？母なる者って一体？大いなる者さ。君たちの言語に当てはまる言葉はない。10年前、一人の人間の手によって無数のシャドウが一つの場所に集められた。そこで僕は生まれたんだ。でも結合はなぜか急に中断されてね。僕は不完全なままで目を覚ました。そして僕はアイギスと相打ちになった。アイギスと？本当なのか、リョウジ？彼女は僕を封印しようと捨て身で挑んだ。そして僕はたまたまそこにいた一人の子供の中に封印された。その子供は僕を宿したまま成長し、運命のいたずらで再びその地へ戻ってきたんだ。君たちの学園に転入生としてね。転入生って
まさか。そう、彼だよ。僕はずっと彼の中にいたんだ。そして彼に特別なペルソナ能力が目覚め、それと同時に12のシャドウが目覚めた。彼の中の僕と一つになるためにね。領事が死の宣告者で、しかもこいつの中に入ってただと？いきなり言われたって信じられっかよ、そんなの。すべて僕が原因なんだ。ごめんよ。それに君たちにはまだ大事なことを伝え。領事くん。ひどく消耗してるようだな。今日のところは引き上げて休ませよう。アイギスの件もある。話の続きはその後だ。全員集まったな。領事くん、もう大丈夫なの？ありがとう。僕なら大丈夫だ。それに僕には全てを伝える責任がある。領事くん。早速だが、聞きたいことが山ほどある。質問に答えてもらおう。君は昨日、シャドウたちの目的が母なる者の復活にあると言った。その存在について教えてくれ。復活すればどうなる？母なる者の名はニュクス。ニュクス？太古、この星に死なる者を授けた僕らシャドウの母たる存在だよ。目覚めれば星は純粋なる死に満たされて、全ての命は消え失せる。命が消える？まさか全て死ぬってのか？全ての命が消える。まさか。それが滅びか？けど仮にそうだったとしても、防ぐ方法とかあるんでしょ？何よ。まさか防げないとか言わないよね？すまない。待ってよ、何謝ってんの？そんな確定ってこと？そうさ、鐘が鳴ったのを聞いたろ。あの時全ては決したんだ。僕は宣告者、死を宣告する者。僕は存在そのものが滅びの確約なんだ。それはいつ来る？おそらく次の春はもうやってこない。それってすぐじゃねえか。みんな何ビビっちゃってるわけ？ニュクスだかなんだか知んないけど、そんなん倒しちゃえばいいじゃん。今までだってずっと勝ってきたじゃんよ。それは無理だ。ニュクスの前では力の代償なんて問題じゃない。死なない命がないように、時の流れを止めてしまえないように、ニュクスを消すなんてことは決してできない。そんな
何かよそんなの。いきなりですね。僕はシャドウが集まって生まれた存在だ。なのに人の姿をしてて、君たちとこうして話せたり、喜んだり悲しんだりもできる。これは僕が彼の中にいたことの恩恵だ。おかげで僕は君たちに選択肢をあげられる。選択肢？ニュクスの訪れはもう避けられない。でもその日までを苦しまずに過ごすことはできる。僕を殺せばいい。宣告者の僕が消えれば、影時間に関わる記憶は全て消える。つまり君たちの記憶からこの救いのない現実を消すことができる。もう何も決して思い出すことはない。滅びの訪れは一瞬のものだ。何も知らずに迎えるなら苦しまずに済む。全てを忘れる。普通の高校生活に戻れるってことさ。それに滅びまでの時間も少しは長くなるかもしれない。本来僕の性質はニュクスと同じだから殺すなんてできない。でも彼のおかげで今の僕にはわずかだけ人の性質があるんだ。彼の手でなら多分できる。リョウジ君、もし僕を殺さなければ全てが今のままだ。避けられない間近な死を怯えて待つだけの救いのない日常がただ続いていく。でも僕は君たちをそんな目に遭わせたくない。記憶が消えるなんてそんなの嫌よ。っていうか忘れれば楽だなんてそんなの単なる逃げじゃない。逃げることは悪いことかい？逃げなければそこには君たちの想像を超えた途方もない絶望が広がってる。絶対に死んでしまうという怖さを君たちはまだ知らない。今の気持ちだけで簡単に決めない方がいい。なんだよ、なんなんだよこれ。すぐに決めなくてもいい。少しだけどまだ時間はあるから。12月31日、今年の大晦日、それまでに考えておいて。それを過ぎると僕は影時間の闇に溶けて、もう君たちの触れられない存在になる。リョウジ、どうせ僕はニュクスの訪れとともに役割を終えて消える存在だ。僕の心配はいらない。大晦日になったらまた来るから。おい待てよリョウジ。待って、今気配がパッて消えたの。追いかけてもリョウジ君多分もうここには。間違いないのか？はい。リョウジ君また来る。